第一航空戦隊の正規空母加賀だ。戦艦として設計され建造されたが、正規空母に生まれ変わったのも運命だろう。敵か？言わずとも撃滅するだけだが、これは私の趣味ではなく義務だ。わかったか？ここに私を満足させてくれる敵がいるというのか？そうか。ならこれから私はお前のものだ。そうなるのも運命だろう。公平も正義も強き者にのみ享受できる。弱き者はただ虚しく、すすり泣きをするだけよ。指揮官、そんなに見つめたら、お前をつい食べたくなるぞ。私は征服者だ。誰に対しても。だが敵は強い。だからこそ、ことごとく撃滅する価値がある。ふふ。五光線の子たちか。頑張ればそれなりの評価はするが。何か問題でも？これでお前が少しスッキリするというのなら。指揮官、サボるんじゃない。まだ終わっていない任務がある。ボーナスだ。お前の努力の成果でもある。お前宛てのメールだ。次は忘れるな。敵を葬ったら、楽しい戦果確認の時間だ。思いっきり楽しんでおくれ。委託に出かけた子たちが帰ってきたな。軽食を少し用意するから、先に行ってくれ。いい調子だ。新しい戦い方をいくつか思いついた。悪あがきで、私を楽しませろ。弱き者はこの結末。弱さゆえに滅される。それだけ。この痛み、10倍にして返す！戦場で生き残れるのは強き者だけだ。試合の時間。あなたは、私が追い求める勇者ではないようだ。弱き者が淘汰されるが運命。悔しかったら強くなることだ。もしお前が負けたら、それがお前の弱さの証明になる。弱き者が淘汰されても文句は言えない。だがお前は、今や私のものだから、仇ぐらいは取ってやる。私にもなぜ、こんな感情があるか不思議でたまらないものだ。獣の本能だろうか。話したいことはたくさんあるけど、お前の顔を見ると、うまく思い出せなくなる。これを私に？ふん。強き者は惹かれ合う運命か。それなら、運命と自分の本能に、従わせてもらおうか。姉様、真面目にやってください。一光線を侮らせないぞ。お前たちと肩を並べるとは思わなかったがな。